愛知県の県立高校で給食を試験導入です今日愛知県議会本会議の一般質問で県立の全日制高校での給食の導入について問われた飯田康市教育長は2025年度から開校する中高一貫の高校4校で希望する生徒を対象に試験的に導入する方針を示しました現在県立の全日制高校では給食はなく 生徒が弁当を持参していますが、共働き家庭の増加などで各家庭の負担が大きくなっていることが課題となっていました県教委は今後、給食センターや民間の事業者からの供給体制を調整するとともに試験導入で好評だった場合は、他の県立高校にも対象を広げる方針です